皆さんこんにちは。トレキングのお時間です。今回は防御力が優れている生物をランキング形式で10種紹介していきたいと思います。なお、この動画での優れた防御力とは、体の大きさや頑丈さだけではなく、身を守るための戦略や特殊能力など、様々な視点から判断したランキングとなっていますので、ご理解の上、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。オポッサムは北アメリカや中央アメリカ、南アメリカに広く分布している有袋目オポッサム科に属する動物になります。ネズミのような見た目でお腹の袋で子育てをすることから袋ネズミや子守ネズミとも呼ばれています。オポッサムは樹上性だったり地上性だったりと様々で、時には人の住居に侵入してくることもあります。食性は雑食性で、爬虫類や鳥類、小型の哺乳類などのほか、昆虫や果実、動物の死骸なども食べています。またオポッサムは死んだふりをすることで知られていますが、外敵に狙われると目は閉じるか虚空を見据えながら舌を出したり、口を半開きにして横向きにパタリと倒れるので、本当に死んでいるように見えてしまうそうです。そして外敵が油断している隙に逃げ出すことができてしまいます。相手を見事に出し抜くことができてしまうので、知能の高い生物だと言えるでしょうか。スカンクは北アメリカから南アメリカにかけて幅広く分布している猫目スカンク科に属する哺乳類で、スカンク科には4属15種が存在していますが、そのほとんどが北米から南米にかけて生息しています。スカンクはおならや悪臭の代名詞となっていますが、実はスカンクの強烈な匂いはおならではなく、肛門の両脇にある肛門腺から噴出される分泌液で、その悪臭は肉食獣も恐れをなして逃げ出すほど強烈と言われています。もし彼らの放つ分泌液が目に入れば失明する恐れがあり、口に入れば呼吸困難を引き起こし、体に付着すれば4ヶ月は匂いが取れないそうです。ただ臭いだけというわけではないので恐ろしいですね。オオフルマカモメは南半球に生息しているミズナギドリ目ミズナギドリ科フルマカモメ属に分類される鳥類になります。名前にカモメとありますが、カモメの仲間ではなく水鳴き鳥の仲間になります。オオフルマカモメは主に魚やイカなどを食べますが、アザラシやクジラの死肉なども食べるようです。またオオフルマカモメは特徴的な行動があり、それは天敵などが迫ると悪臭のする油や食べたものを相手に吐きかけるというもので、これはヒナであっても行うようです。身を守るために身につけた行動だと思いますが、吐きかけられた方はたまったものではないですね。ヤマアラシは地上性と樹上性が存在し、ユーラシアとアフリカに分布している地上性がヤマアラシ科で、南北アメリカに分布している樹上性がアメリカヤマアラシ科になります。ヤマアラシはトゲに覆われた体をしているのが特徴ですが、このトゲは普段は寝かせていますが、危険が迫るとトゲを逆立てて相手に向けます。ヤマアラシは攻撃的な性格をしているので、このトゲは防御するためだけでなく、後ろ向きに突進して積極的に攻撃を仕掛けていくので、ヤマアラシを襲う動物はまず無傷で仕留めることはできないでしょう。それどころか山嵐と戦うとトゲが何本も突き刺さってしまうので、逆に撃退されてしまうことが多いようです。このことから大型の肉食獣であっても山嵐を襲うことは滅多にないそうです。非常に恐ろしい存在と言えますね。仙山鉱はインドから中国、東南アジアやアフリカの中南部に広く分布している有鱗目仙山鉱科に属している動物になります。仙山鉱は全身が鎧のように鱗に覆われていますが、これは体毛が変化したものと考えられているそうです。
一見爬虫類にも見える姿をしていますが哺乳類になります。この鱗は非常に硬く、体を丸めることで鉄壁の防御体勢を取ることができます。そしてライオンの攻撃をも通さないそうです。またこの鱗は縁が刃物のように鋭くなっていて、尻尾を振り回せば相手を切り裂くこともできるというので、非常に優れた防御力を持っていますが、攻撃面も優れていると言えますね。ラーテルは中央アジアからアフリカ大陸にかけて分布していて、食肉目イタチ科ラーテル属に分類されている。世界一怖いもの知らずとして知られる動物になります。この怖いもの知らずというのは、食に貪欲というのもあるのですが、高い防御力に秘密があります。ラーテルの頭部から背中にかけての皮膚は分厚く、伸縮性が高く硬さもあるので、ライオンなどに噛みつかれても大したダメージにはなりません。また毒に耐性があるので、コブラに噛まれて毒が体内に入っても数時間動けなくなるだけで、その後何事もなかったかのように動けるようになります。腹部などは攻撃されると弱いですが、凄まじい防御力と毒耐性を持っていますね。電気ウナギは南アメリカのアマゾン川などに生息している。電気ウナギ目ギュムノーテス科電気ウナギ属に分類されている甲骨魚類で、名前にウナギとついていますが全く別の種類になります。電気ウナギは名前の通り電気を発することで知られていますが、その発電量は500ボルトから600ボルトですが、最高電圧は860ボルトにも達するそうです。一般家庭のコンセントの電圧が100ボルトなので凄まじいですね。そしてこの放電は獲物を捕らえるだけでなく、微弱な電気を発してレーダーのように使っているとも考えられています。また実際に放電するのは体に触れた時で、水槽に手を入れるくらいなら感電はしないと言われていますが、水族館で水槽に電圧計を設置したところ、非常に高い数値になった記録もあるそうなので注意が必要です。いよいよトップ3の発表です。サイはゾウに次ぐ大型の動物で、体色は灰色で1本から2本の角が生えているのが特徴になります。体長は大きいもので4メートルを超え、体重も最大で3600キログラムという記録があるそうなので非常に大きいです。そしてサイの角は種類にもよりますが、長いもので150センチメートルを超えることもあり、さらに非常に尖っているので見るだけで恐怖してしまう見た目をしていますね。またサイは皮膚が分厚く硬くできていて、皮膚の厚みは場所によって変わりますが、薄い場所で 1.5 センチメートルほどで、厚いところだと5センチメートルにもなるので、凄まじい防御力があると言えますね。子供のサイであればライオンなどに襲われることがありますが、大人になると滅多に襲われることはなく、天敵と呼べる動物はいなくなるそうです。体の大きさから攻撃力が凄まじいことはわかりますが、防御力もずば抜けていますね。オニダルマオコゼはインド洋太平洋西部の熱帯域に分布している。カサゴ目フサカサゴ科もしくはオニオコゼ科に属する魚類の一種で、非常に危険な魚類と言われています。オニダルマオコゼは擬態が非常にうまく、別名でストーンフィッシュとも呼ばれていて、海の浅いところに生息し岩などに擬態していますが、これを見つけるのは困難で、ベテランのダイバーでも難しいそうです。またオニダルマオコゼは背びれにトゲがあり、そこにストナストキシンという強力な毒を持っていて、擬態に気づかずに触ってしまったり踏みつけたことによって刺されてしまうことが多いようです。刺されて毒が回ると激痛が走り、呼吸困難や痙攣などを起こし最悪死に至ることもあるというので、非常に恐ろしい生物だと言えますね。
クマムシは深海や高山、熱帯から極地まで幅広く生息している。ゆっくり歩く姿からカンポ動物とも呼ばれている微小生物になります。クマムシは肉眼では確認しにくい微小生物で、体長は50マイクロメートルから 1.7 ミリメートルほどで、4対の足を持っています。クマムシは急に過酷な環境にさらすと死んでしまうといいますが、非常に強い耐久性を持っていて、温度は100度の高温からマイナス273度の絶対0度でも耐え、体重の 85% を占めている水分が 3% 以下になっても死ぬことはありません。また真空から7万5000気圧の高圧まで耐えるほか、光線量の紫外線、X 線、ガンマ線等の放射線に耐えることができます。そして水のない状況で9年、凍結された場合では20年耐えて復活したこともあるそうです。非常に強い、恐ろしいほどの耐久性を持っていますね。今回の動画はいかがだったでしょうか。他に防御力が優れている動物や、この動画で何かありましたら、ぜひコメントしていってください。また、面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは次回のトレキングでお会いしましょう。